韓国が地獄絵図になるのはわかるけど、なぜ4例圧勝で日本で批判が出るのさ。その理由を聞けば納得すると思う。今回は続く地獄絵図な韓国と日本での批判と異変についてやるので、ぜひ最後まで見ていってくれよな。韓国では地獄絵図が続いてるのか。ではそれでニヤニヤしてから日本の話に行く流れで行きましょうや。第3次だ。日本に屈辱的な完敗、なでしこ J204 惨敗で韓国のメディアは愕然、守備が完全に崩壊。一方的だった。まあ、最近の05大敗よりはマシだろう。07とかな。実際そのくらい入ってもおかしくない試合内容だったからね。4失点で済んでよかったじゃない。韓国女子代表は10月26日に開催された、みずほブルードリームマッチ2024で、日本女子代表と国立競技場で対戦。04の完敗を喫した。32分にコーナーキックから北川光のヘディングシュートで先制を許すと、守備が崩壊。34分に藤野青葉、37分に田中美奈のシュートで被弾し、リードを広げられる。反撃を喫した後半も、56分に谷川桃子に追加点を決められ、万事休した。特に前半は圧倒的だったな。あの感じではガチで7例あると思ったぜ。韓国としてはこれが親善試合だったのが不幸中の幸いだったんじゃないかしら。中盤全員交代とか普通はしないからね。そういうのがなければ普通に7例あったと思う。よもやの乾杯に、韓国メディア、スターニュース、は、第3次だ。日本に前半で3失点、韓国女子代表は04で乾杯、と報じている。新、サンウ監督が女子代表チームのデビュー戦で日本に大敗した。前半戦だけで3失点して崩れた。同メディアは、日本は韓国を相手に波状攻撃を繰り広げた。高いボールポゼッションで、韓国のサイドと中央をバランスよく攻略した。韓国の守備は完全に崩壊した。後半も日本の一方的な攻撃が続いた。新、サンウ監督のデビュー戦は日本の4例大勝で終わった、と試合を振り返った。よもやでもなんでもなく、順当な結果だけどな。想像以上に差があったなぁという印象はあるものの、まあ順当な結果だもんね。また、スポーツ強豪も過酷な出発式、日本を相手に屈辱的な完敗、と伝えている。韓国女子の新体制初戦は、厳しい結果となった。また出ましたよ。日本を相手に屈辱的な完敗。順当な完敗なんだから屈辱なはずないのにね。日本を相手に、ってとこが重要なんでしょう。なら最初からやらなければよくね。とは多くの日本まんじゅうが思うところだろう。最初から負けると分かってるのになぜわざわざ試合するのか。よくわからない人たちですね。この一戦に韓国メディア、スポーツ韓国、も注目。なぜ日本にボールを与えるのか4分間で3失点メンタルも守備も崩れた、と題した記事で、自国の女子代表チームを次のように批評した。新、サンウ新監督体制の最初の試合で、女子サッカー代表チームは連続したミスにより簡単に自滅してしまった。先制を許した韓国は急激に崩れ始めた。34分には、韓国の選手たちが自陣のボックス内でボールをきちんと蹴り出せず、結局奪われ、藤野青葉に左足で仕上げられた。悲劇は終わらず、37分にもパスミスからボールを奪われて失点。新、サンウ監督にとっての初失点とともにチームは急激に崩れ、すぐさま沈没してしまった。毎回こいつらなんちゃらゴーと名付けては秒で沈没してんな。泥船を完全再現するの本当に笑う。敗れた韓国のメディア、スポーツ挑戦、は、韓日戦で04の完敗、マンチェスター、シティ、リバプール、ローマ。強豪化夫人の日本に学ぶことは多い、と見出しを打ち、次のように報じた。韓国女子代表が日本に苦戦した。マンチェスター、シティ、リバプール、ブライトン、ローマなどビッグリーグの強豪でプレーする選手を揃えた日本が、強豪化夫人で韓国に手本を見せた。同メディアは、韓国は前半30分までよく耐えたが、32分に先制点を許して崩れた。5分間で3失点だ。後半も得点できず、追加点を許してなすすべなく屈服した、と綴っている。学ぶことは多いらしい。確かにその通りだけど、お前ら口だけで何一つ学ばず、むしろ麻薬のことするだろ。屈服したそうだ。まず自国チームと相手チームにリスペクト持つことから始めなさい。屈辱だの屈服だのお互いのチームにあまりにも失礼すぎる。なんとも韓国らしい反応だわな。しかし改めて見ても豪華な陣容になったもんだ。てかいつ見てもシティが日本人選手好きすぎるの笑う。セルティックとかシントトロイデンみたいになってるやんけ。それもだし、山下はてっきり控えキーパーとしての獲得かと思ったらバリバリスタメン出場してるからな。男女ともに日本人キーパーがトップリーグでスタメン張って活躍する時代が来るとはなぁ。感慨深い。なでしこジャパン相手に4失点を喫して完敗した韓国の新、サンウ監督は、やはり相手は強いチームだった、と試合を振り返り、日本の強さに脱帽した。今回、対戦する前に日本の試合をたくさん見た。
映像で見た時もうまいと思っていたが、実際に目の当たりにすると、さらに細やかな動きや身のこなしが大変優れていると感じた。サッカーを非常に簡単にやっているようで、コンパクトで簡潔なプレーをしているイメージを持った。また、日本で特に印象に残った選手を聞いてみると、ディフェンスには非常に素晴らしいプレイヤーが揃っている、としつつ、GK の山下彩香選手、4番の熊谷咲選手、そして攻撃では清家彦選手だ、と3人の名前を挙げた。意外な名前を挙げてきたわね。そして韓国女子サッカーの現状がよくわかるコメントも残してる。日本に大敗を喫した上に、この日、スタジアムに取材に訪れた韓国メディアはゼロ。韓国女子サッカー人気の低迷を不安視する声も上がっている中、今月10日に指揮官に就任したばかりの新サンウ監督は、試合後の記者会見でそれについて次のように言及した。韓国の女子サッカーが非常に厳しい状況に置かれているのは確かだ。しかし、ブームをまた巻き起こすために、協会が私を監督に選んだのだと思うし、より発展できるように努める。そのために、主要な国際大会で本戦に出場することを目標にやっていきたい。自国メディアの姿が見えなかったことについてはノーコメントだ。果たして今後、韓国はこの現状を変えられるか。韓国での女子サッカーの現状がわかるわね。しかしそれってメディアとしてどうなの？韓国メディアゼロって。なんだかなぁ。毎回だけど、選手と監督に同情する部分がある。メディアもサポもこれでは大変だ。日本相手に毎回一喜一憂して大騒ぎするわ、大敗すれば無視するわでメディアとしての役割をまるで果たしてないし、サポーターもよね。むしろ足を引っ張ってる。あくまでも親善試合だし、この大敗から学べることもある。韓国メディアだってそう言ってたじゃないか。そんなことを書いてるくせにこれだもんな。何のための親善試合やねん。勝敗だけじゃない。むしろそれ以上に重要なのはこの試合でいい点と悪い点両方を見つけて今後につなげていくこと。親善試合ってそのためにあるはず。韓国ってやっぱり韓国だな。最後は結局こうなる。さて、韓国も大変だったが、実は日本もいい面悪い面両方出ていて、批判もあったりする。次はそこを見ていこう。この試合、国立競技場に集まったのは 12,420 人。土曜日のデーゲームであり、J1 リーグは開催されていない中では決して多いとは言えない入場者だった。事前の動画でも触れたし、リアルタイム編集でも言ったけど、いて 15,000 人かなと思ったらやっぱりそのくらいだったわね。女子サッカーでいうとこれでもよく入った方ではあったりするんだよ。国立競技場ということでキャパでかすぎ。それでなおさら空席が目立つ結果になった。誰がどう考えても国立競技場はきついって。佐々木監督代行はもちろんしっかりと、もっと結果、成果をお示ししないと、まだまだ反応は鈍いのかなと思います。と、今回の入場者数について言及。この天候で、薄曇の中で 12,500 人ぐらいの方が来てくれた。選手、我々も感謝していますし、もっと積み上げて、国立でやるときには3万人は超えるぐらいのチームにならないといけないなと思いながら、女子委員長に代わってなんとかしなければいけないなと思います、と、少なからず危機感を覚えたとのこと。女子サッカーを牽引する私としても、もっともっと上げていかないといけないなと切に思っています、と、今後より注目を集めるようにしなければいけないと語った。そして事前の動画でも触れたこの問題も。一方で、26日、27日は、Eリーグクラシエカップが開催されている。なでしこジャパンの試合が国内で行われるにもかかわらず、その選手たちがプレイするチームの試合も開催とあり、国立競技場に来られなかったファン、サポーターもいたと考えられる。これね、サッカー界全体として考えた時に連携が取れていたとは言えないし、問題だわ。佐々木監督代行は、インターナショナルマッチデーがあるので、その時は代表活動がベースです。その中で、スケジュールを日本でもそうですが、海外から選手を呼んでいますが、海外ではクラブの試合は、やっていません。お互いにもっと共有して、反省しなければいけないと思います。カップ戦だから良いだろうということではないと思います、と、スケジューリングについても言及。それは僕が3分の1ぐらいは反省しないといけないです、と、日本サッカー協会 JFA の女子委員長という立場を考えても、しっかりとリーグとの日程調整をしなければならないとした。ちなみに、26日には4試合が行われており、中島義乃の所属するサンフレッチェ広島レジーナ、森谷が所属し、多くの選手が過去所属したアイナック神戸レオネッサはホームゲームを行っていた。サッカー界全体でやれることはしっかりやらないとな。そこは問題だと思う。そして今回一番問題だったのはこちらじゃないだろうか。2024年10月26日、なでしこジャパンが韓国女子代表に 4-0 と勝利した。得点に絡んだ藤野青葉、北川ヒカルらのプレイは評価に値したが、何より気になったのは2センターバックの不安定なプレイである。これ正直思ったわ。リアルタイム編集でも触れたけど、ミスも致命的なものが何個もあったし、相手が決定力あるチームならやられてたわ。圧勝で隠れてしまうけど、これかなりの大問題だよな。この日、スタメン出場した熊谷咲も南萌香も致命的なミスをしている。いずれも失点に繋がらなかったのが不思議なくらいのミスで、よく無失点で終えられたというのが正直な感想だ。
南については何回同じ失敗をするのか、と思ってしまうほど、最終ラインからの縦パスが雑だった。ビルドアップの軸となるセンターバック2人が攻撃の起点になれないようでは先が思いやられる。強豪国が相手だったら、果たして4バックは通用するのか。この2センターバックで守りきるのは厳しいのではないか。そう感じたなでしこジャパンのファン、サポーターは少なくないだろう。その通りだと思うわ。攻撃の起点もだけど、最終ラインでの無理やりなパス回しはいつもヒヤヒヤするし、いつもミスしてる。一番ミスしちゃいけないとこなんだけど、一番ミスするという。もっと上のレベルのチームならここを狙われるし、そうなるとビルドアップはままならなくなるし、ミスから失点も生まれてしまう。やっぱり最終ラインがまずビルドアップの基礎となりスタートの部分になるからね。ここからしてうまくいかないと日本がやってるサッカーそのものが機能しなくなってしまう。もちろんいい面もあるし、チーム全体としての問題もあるとは思うけど考えないといけないよな。割とこの問題ずっと放置されてきてるし。この試合見てて、どうにも強豪とか大事な試合でやらかしそうな気がしてね。そうならないように今から対策しないと。また CF も相変わらず迫力不足、この日は2トップに近い形だったが、あえて CF と表現。前半に1点を決めた田中美奈も怖さが足りなかったし、後半の頭から起用された植木理子はノーゴールに終わった。CF とセンターバックの不甲斐なさは、パリ五輪当時から変わっていない。なでしこジャパンが世界の頂点を狙う上で、センターラインの強化は急務だろう。これも確かにね。積極性は見えたけど怖さという部分では欠けてるわ。オリンピックとかでもその辺って強く感じたし、この試合って圧勝ということでいい面ばかり言われるが、同じくらいに致命的な問題も見えたんだよな。なるほどね。こうして見ると相手にならなくて何の練習にもならん、と感じたりもしたけど、実はすごく意味のある練習試合だったのね。韓国には悪いけど、相手がこのレベルだから助かった。もっと上のチームだったら、そう考えるとゾッとするような試合だったと思う。ただ、ここで気づけたのは大きい。そのための親善試合だし、これから改善していけばいいだけの話だ。新監督にはそこをどう改善していくのか、期待しましょう。さて、マイナスな話ばかりしてもあれなんで明るい話題行こう。抜群の存在感だ。10月26日に行われた国際親善試合で、日本女子代表は国立競技場で韓国女子代表と対戦。4-0の完勝を収めた。前半だけで3得点。迎えた後半から出場し、早速期待に応えたのが谷川桃子だ。56分、森谷雅の右クロスに反応。抑えの効いた右足シュートでネットを揺らした。先のパリ五輪ではブラジル戦でスーパーゴールを決めている19歳ミッドフィルダーは、この韓国戦では得点以外でも、セットプレイで精度の高いボールを蹴れば、終了間際には惜しくも枠を外れたが豪快なボレーシュートも放つ。出る試合すべて印象強いわ。この試合も得点シーンはもちろんのこと、最後のシュートなんか決まってたらスーパーゴールだし、フォワードでもあんなミートできんて。新監督の下でこれからは徐々に出番が増えていくといいな。自らさばいて、ゴール前に駆け上がり、守備も献身的にこなす。攻守の両局面でダイナミックにプレイする俊英に、SNS 上では以下のような声が上がった。谷川選手はレベルが違う。今までにないスケールの大きい選手。むちゃくちゃすごいな。セットプレイ任されててすごい。谷川さん、本当にいいね。谷川だけレベチだな。上手すぎて笑っちゃうね。全体的にレベルが高いなぁ。ずっと上手くてビビってる。スケール感あるなぁ。谷川桃子やはり怪物。ちょっと頭一つ抜けてる感じ。キックが本当うまいな。圧倒的な才能しか感じない。人気力抜群。プレイの選択絶妙。キックの質も高い。走り方も綺麗。谷川桃子見てたら小野伸二とかぶるんだよな。ベリンガムみたい。和製ベリンガム谷川桃子。今後も楽しみだわ。そして今回注目されたのってこの人だよな。公式会見では佐々木則夫監督代行が内田篤人コーチの役割について触れる場面があった。内田コーチは守備の部分をメインにやってもらいました。あとはセットプレイのマル秘攻撃、実用的なクリア練習などを選手たちにレクチャーしてもらいました。セットプレイの度に内田がドアップにされてたわよね。いろいろ策があるんだろうなとわかるセットプレイで面白かったな。まだぎこちなさはあるけど、そこから得点も生まれたし、これから楽しみだ。まあこの体勢は今回だけみたいだが、内田コーチの指導について、谷川桃子は篤人さんは割とサイドバックの選手にヒントを与えているイメージです。今日は特にキックのところを言っていました、とコメント。では、実際にサイドバックの選手は内田のアドバイスをどう受け取っているのか。内田と同じ右サイドが視線上の森谷雅は次のように答えた。切り替えの速さを大事にして、と言われました。ゲーム中、紅白戦、も近くに立ってくれて、切り替え。で、逆サイドの守備の絞りについても指摘してもらいました。両サイドバックの運動量えげつなかったもんね。元から運動量ある選手だけど、この試合特に感じたし、攻守の切り替えも早かったな。世界を知る内田のようなコーチから指導してもらえる機会はそうないだろう。森谷も憧れの選手だったので、もちろん嬉しいですが、変な感覚です、との感想を抱いていた。声をかけてもらう中で、印象に残ったこと、気づきはあったのか。
映像を見ながら、ここわかる？とか、話し合いをしてくれて、ミーティング後にサイドの選手残って、と言われて、そこで指導してもらったり、そうやって設けてくれた機会は何かを吸収できるチャンスだと思いました。内田と同じポジションを担っているからこそ、私からも質問していますし、今回の機会を大事にしたいです。森谷、男子では長谷部、女子では内田。想像以上に大きな効果があるわよね。今後も関わってくるのかどうかわからんが、今回はその影響の大きさを試合でも感じたよな。韓国とはレベル差がありすぎてパッと見で表面だけ見れば意味あったのこの試合？ってなるかもだけど、いい面と悪い面両方見つかって有意義な試合だったわね。有意義だったかどうかはこれから次第だよ。インプットだけして満足して全くアウトプット、実践しなかったらただの自己満足で終わってしまって意味ないから。確かにね。私もよくあるわ。本とか読んで自己満足だけして何一つ実践しないこと。それでは意味ないもんね。ここからどう改善していくか。そこまでが大事ね。まあでも、ポジティブな面とネガティブな面両方見れたのは良かったと思う。そのための親善試合だし、新監督の下で良くなっていくのを楽しみにしてるよ。そして明日はいよいよ U17 女子ワールドカップ日本対イングランド。リアルタイム編集で試合直後に投稿予定なので今のうちにチャンネル登録して待っててね。高評価ついでに今回の件どう思ったかコメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。